こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。それではまず、20秒のシンキングタイムからどうぞ。 それでは85回目の専門本の句を見ていきます。今日はストレスに関わる疾患ですね。337本目生活習慣病。これは一応テキストではストレスに関わる疾患に分類されていますので丸にしてください。338本目心身症。これは丸ですね。339本目 コスト症症。これはペケになります。これは、閉経後にエストロゲンの減少によって起こる疾患ですから、ストレスに関わる疾患とは言えません。340本目。精神疾患。これは丸ですね。現代では、感染症や怪我以外は、 まあ、ほぼほぼね、このストレスに関わる疾患であるとお考えください。はい、それでは今日はこれで終了になります。私のブログとこの YouTube 動画を合わせてご利用いただけますと、あなたの勉強の効率がさらに高まりますので、ぜひよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。